柴木屋の呪術プリスト。はい、柴木屋です。パピンです。今回はですね、東京スプリングの下の風々見ていきたいと思っております。はい、橋本喜也の呪術プリスト。この番組は株式会社メディレの金属工事呪術一式一徹イサミナスコンチャス以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今回は3月26日日曜日、東京都世田谷区の駒沢オリンピック公園体育館で行われた ASJJF 東京スプリング2023の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、初回の今回ですね、黒帯の試合の数々見ていきたいと思いますので、こちらの方ご期待ください。はい、 VTR スタート。はい、マスター4黒帯オープンクラス決勝戦、マーシオ小林対アレッサンドレサントスです。はい、マーシオ小林インパクトですね。そしてアレックス・サントスはオーバーリミットです。このおっさん黒帯同士のね、ぼんやりした試合なんですが、このね、やっぱね、あのマスターのね、黒帯もね、やっぱおっさんになってもこういう試合出てくるのすごいですよね。2人ともね、もう40も半ば過ぎてますが、こうやってね、コンディション作って試合に出てくるっていうのはね、すごいいいことですよね。やっぱこういった人たちのね、試合を見て、俺たちもね、頑張っていかないとなと思う、はい、今日この頃でございます。はい、さあ、そして今ね、上から攻めているのがマーシオ小林。やっぱここら辺のベテランならではのね、一瞬の隙をついてのこのパスガード、しっかりとね、クローズドを割りつつ、そこから一気にパスまでつなげていくあたり、やっぱこういうところがね、ベテランの味ですよね。はい、動きはね、あんまり早かったり、ダイナミックなものはないんですが、ちょっとしっかりとね、こういうタイミングとかで合わせていくっていうのはやっぱり経験の差ですよね。さあ、そしてアレックス・サントスもね、またしっかりと戻してきました。ここら辺のね、もう技術のね、攻防、こういうところを見れるのはね、やっぱり黒帯のね、マスターならではかなと思っております。さあ、低い体勢でパスガードしていこうというマーシオ小林。アレックス・サントスは相手のね、帯を持って返そうというところなんですが、さあ、ここのパスガード戻せるかどうか。さあ、パス入りましたね。さあ、ノースサウスポジション、やっぱ一回ポジションを取ったらそのまんましっかりと抑え込んでいくところ、マーシオ小林、やっぱここら辺のね、じっくりと攻めていくところがマスター世代ならではですよね。試合時間は5分ですね。さあ、どうか、この5分間で決めきれるかどうか。さあ、サイドからのハンマーチョーク作ってますね。さあ、相手のね、喉元に体重をかけてしっかりと締めていくところ、さあ、ぐいぐいって決めましたね。やっぱりガチッと決めました。マーシオ小林、ハンマーチョークで一本勝ち、インパクトジャパン BJJ です。はい、マスター2クロビウルトラヘビー決勝戦、ランジェル・ロドリゲス対田畑雄介です。はい、ランジェル・ロドリゲス、もうこの RRT のね、創設者ですから、はい、やっぱこのね、重鎮中の重鎮と言っていいんじゃないでしょうか。対するはこの田畑雄介、パレストラ千葉ですね。最近はね、もうパレストラ守谷をね、設立して、代表として頑張ってますね。試合に出つつ、レフリーもやったりして頑張ってはいますが、はい、今回はね、このウルトラヘビーのね、はい、ランジェル・ロドリゲスの体型を上げてチャレンジしてますが、さあ、もうちょっと三角捉えられつつありますが、大丈夫でしょうか。白い道着の田畑雄介、今大会にはね、所属のパレストラ千葉で出ておりますね。代表を務めているのはパレストラ守谷ということで、今回はパレストラ千葉の所属、そして RRT ランジェル・ロドリゲス、はい、さあ、どうでしょうか。今ね、クローズを入れてますよ。で、ね、ランジェルもね、ウルトラヘビーでね、パワーあるんですが、力で決めていく感じじゃなくてね、これでしっかりとじっくりとね、テクニックで、勝負しているところがさすがですよね。
か田畑もまずこの足のクラッチがね弱い時 に逃げれればいいんですが、さあエスケープのタイミングを伺ってるんでしょうか。さあ戻せるか田畑。さあ三角締めのポジション、足を組まれたらねちょっとバンチ窮すっていう形なんですが、まだこの状態は、けどここでちょっとすねを持たれるっていうことは首を引かれる。さあそして三角をじわじわと決めていこうというところ、おっとここまでがっちり入りましたよ。さあがっちり入って頭を引かれるとちょっとしんどい田畑雄介。さあこのまんま耐えれるかどうか、耐えれるかどうかっていうところはやっぱり無理でしたね。ランジェル・ドリゲス一本勝ちで優勝です。はい、RRT のランジェル・ロドリゲスです。階級別、一本勝ちで勝つことができました。ありがとうございます。以上。はい、マスターワンクローブフェザー決勝戦、山木優対高津剣です。はい、山木優はねこの大会の前の日に行われたマリアスプロジャパンでもね優勝してましたね。そして2日連続の大会参戦、そしてね2日連続優勝なるかというところでこの決勝戦高津剣との対戦になりました。山木優はエクストリームエビナです。そして高津剣はインパクト BJJ ですね。さあ2人とも黒い道着で、出てきてますよ。最近のねトレンドはね黒い道着っていうことでね、黒い道着であの試合出てる人非常に多いですよね。今年はね本当黒の道着が非常に人気ということで、やっぱそういうのがね大会でも現れてますよね。さあハーフガードの状態から足を抜こうというところ、あもう抜けるかどうか。ハーフでねしっかりと抑え込んでパスして3ポイント、山木優ですね。山木優はねもう高校の先生でね柔道の顧問でもありますからね。いいですねこんな強い先生。いや本当強いですよ山木優は。非常にね柔道も強いですし、で柔術も強い、もう非常にねやっぱ組技というか気を汚いスペシャリストだと思いますね山木優。さあ相手を引きつけていってるところで、ここで高津剣もね今スイープしようとしてますが、やっぱねトップポジションのねベースが非常に強いですよね山木。さあこのハーフから締め狙ってますよ。締めを狙いつつ、はい、バチッと決め切りましたね。締めを決めた山木2日連続優勝ですね。おめでとうございます。エクストリーム海老名所属の山木です。本日は東京スプリング、昨日はマリナスオープンプロに出場し、どちらも優勝することができました。まあ、選手として活動もしてるんですけれども、指導者としても、柔道の顧問をやりながら、両立してやってます。近年生徒の成績も良く、自分も刺激をもらいながら柔術の方で頑張ってますので、これからも試合に数々に出て、優勝できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。試合の数々見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、今回はねマスター黒帯の試合を見ていきました。非常にねマスター世代の人たちもね元気いっぱいなので、ここら辺の試合の数々も面白かったと思います。はい、 CM です。柔術プリースト、柔術プリーストセレクション、東京勇の山口です。本日紹介する商品はこちら、ウィッキーのラッシュガードとファイトショーツです。ウィッキーは総合格闘家の西浦ウィッキー昭雄選手が手掛けるブランドです。ラッシュとショーツと同じ総柄のデザインで、このような感じでプリントがされております。上下合わせて着ていただくと非常にかっこいいと思いますので、ぜひセットアップでお楽しみください。よろしくお願いいたします。はい、今回は ASJJF 東京スプリング2023の試合を見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、初回の今回ですねマスター黒帯の試合の数々見てきました。次回もですね黒帯の試合を見ていきたいと思いますので、こちらの方もお楽しみにしてください。はい、島田家のジューススリースト、この番組は株式会社ムディレド、金属工事柔術一式一徹、イサミラスコンチャス、
以上、各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本喜也のジュースプリスト、また次回お目にかかりたいと思います。さよなら。